結局ベスト16だから、20年間何の進歩もないのか。結局ベスト16だから2002年から20年何の進歩もない。維持以外に価値を認められんとか低能すぎん。ベスト16の上は優勝しかない世界戦か。普段サッカーに興味ない一般人なんてそんなもんやで、結果が全てや、スポーツに限らず娯楽なんて腐るほどあんのやから、期待外れなら見放されるだけ。今回は期待外れどころか大金星3つやったから、それは的外れやな。なおのこと失望したんちゃうか、期待させて結局同じかよってな。言うてワールドカップは次回は上位狙えるやろ。なんなら優勝してもおかしくない戦力や。正直今まで流行る前から負けた気がしてたけど、次回はガチで強いやろ。どこ来てもいけると思われてよ、次回の方がやばいかもなー。